はい、今日はですね、もう少しでお引き渡して4年目になる石原村の平屋小箱のオーナー様のご自宅にお伺いしてます。どんな暮らしをされてるか、すごいDIY でパープカスタマイズしてる小箱になりますので、今から詳しくお話をお伺いさせてもらいます。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。今日はお時間作っていただいてありがとうございます。本当にストーリーハウスを立ち上げた当初からのもうご縁で、なんかな、お互い本当に子供が生まれる前からのお付き合いで、今家族ぐるみでね、ちょっとご縁いただいてて本当にありがたいと思ってます。で、今日は、ね、どんな暮らしをされているのかもぜひ、ね、はい、ちょっと詳しくお話をお伺いさせてもらえたらと思います。はい、よろしくお願いします。結婚する前アパートに住んでたんですけど、会社もしてるので、塗料を置く、倉庫もいるし、機械も置くとこがいるので、ある程度の広い土地と、自宅と、自宅兼事務所を建てたいなっていうか、建てるっていう目標は立ててて、それで、いろいろネットで調べてっていう感じですかね。家を建てるにあたって必ず絶対条件が平屋だったんですよね。ネットで平屋おしゃれ熊本で検索してたら、小箱の写真がもうボンって出てきて、でもう一発で気に入ってしまって、どうなんで、もう速攻でもう問い合わせして、で野田さんのところにお邪魔させていただいて、それが出会いのきっかけですね。あ、そうか。でも最初は小箱、最初は小箱はなかったんですよね。スキップフロアの、スキップフロアのモデルハウスで、小箱のモデルハウスはなかった、ね、その当時なかったですね、で、その後、地震が来て、その時地震と同時に野良さんのね、小箱が建築途中、新築途中で、でも見に行けたっていうのも結構こっちとしては助かりましたし、地震が起きても全然びくともしてなかったし、やっぱりいいな。改めて打ち合わせの時もほぼ時間かけんかったね。いや、結局はちょっとずつこうカスタマイズしていくっていうのが基本的にあったんで、だけどもうそんなに建設中はそんなにね、気になるところはなかった。地中から配線の10センチのやつとかはちょっと揉めましたよね。配線のやつ、壁が10センチぐらい出るってその場であったじゃないですか。ああ、部屋の、そう、寝室の、あの時ぐらいですかね、ちょっと困ったの、あとは特に。でもそこは野田さんが提案してくださって、寝室じゃないところでできますって提案してくださったんで、良かったなって思いましたね。なんか打ち合わせしてるとき結構なんか世間話の方が多かった記憶があって、大輝さんが描いた小箱の絵が飾ってあって、それをプレゼントしますって大輝さん言ってもらって、いや、イメージこういう感じかなっていう、どういう感じかなっていうのでただ描いたっていう。いや、だからもう宝物ですよね、本当に。いや、確実にこの小箱は売れるだろうと思ってましたもん、絶対広まるだろうなっていうのは確信あったんですよ、なんか知らんけど。ちょっと、難しい。
でも今小箱、大体うちの6割7割今小箱ですもんね。やっぱその平屋の良さ、うん、地震もやっぱ関係あるんでしょ。やっぱ地震の後でやっぱ熊本の人のマインドがやっぱり平屋の方が安全とか、うんうん、なったと思います。で実際にもうあの建築業されてるので、もう自分で DIY をどんどんなんだろうカスタマイズしていってるというか、うん、最初から手を入れなかったその凝らなかった理由はそこなんです、うん、最初から凝るとなかなか後々変えづらいんで。それでも引き渡しの時本当にねお邪魔するたびにどんどんパワーアップしていってて、今日もお邪魔した時にまたパワーアップしてて楽しめる家ですね、うん、インテリアにしてもこう手を入れたくなる作りなんですよね。やっぱこう外出から帰ってきて、ああうちやっぱいいわみたいな感じ、なんかどこでもその外出先で例えばこうマイホーム持ってますっていう話からここの写真を見せるんですけど、もう誰が見てもうちもこれが良かったっていうんですよ。平屋でほとんど木でなんかおしゃれな感じで、だいたいウッドデッキの上に玄関がある自体がもうやっぱ珍しいから、うんうん、友達もやっぱいいなって言われるんで、ちょうど年齢的に今からみんな家を建てるんで紹介はしてます見てみてっていう感じで。いいところはまず、壁の下地、壁の下地、天井の下地、まあ、梁もそうだし木なので、いろいろ創作がしやすいですよね。これが壁紙だったとしたら、あの壁紙って結構下地がプラスターボードで弱いんで、あんまりその重いものとかはあの固定できづらいですよね。できなくはないんですけど、でもこのベニヤ下地だともう結構重いものでも全然あの固定しても大丈夫です、ね、ミストがビーで効きますもんね。全然効くんで、まああれならこの上に壁紙も全然貼れるし、うん、ただ壁紙の上にこういうベニヤを貼ろうってすると、まあ、ちょっと一工夫いるんで、だから創作しやすいっていうのは、うん、結構カスタマイズしやすい、うん、天井から壁から床も全部、うん、自分たちのその好きな色質感デザインにカスタマイズしていきやすいお家、それはもう屋外屋内どっちともですよね。屋外に関しては脚立で届くぐらいの高さなので、ちょっと裏に関してはちょっと高いですよね、うん、だから足場がいらないっていうのも結構強みですよね、うん、とにかくその自分たちの好きな家にしていきやすいっていうのが本当一番いい部分だなっていうのが、あとあったかい、ね、主婦の目線で言えば悪いところは主人同様もう虫が見えない、うん、虫問題です、ね、虫問題。ただいい面の方はかなりあります、うん、掃除がしやすい、うん、動線しやすい、もう本当毎日掃除機かけるんですけど、クイックルワイパーとかかけるんですけど、もう掃除がとにかくしやすい、余計なものがないから、うんうん、で、子育てしやすいです、うん、そう、子育てしやすい家です。要は広すぎず狭すぎずっていう感じで、あのもしそのおむつ交換とかなってもすぐこうパッていけるし、うん、何かこぼしたとしてもあのパッて取り入ってパッてつけてみたいな、パッて捨てれてみたいな、うん、なんかデッキに出ておやつをこう一緒に子供たちと食べたりとか、うん、そうそう、外の景色見ながら、うん、もうそれが一番いいんですよね、うん、私としてはちょっとこう息抜きにもなるっていうか、うん、で子供の様子を比較的
見やすいんですよね。キッチンに立ってても、あ、今何々してるよねっていう感じで見やすくはあるんで、うん、結構動線的にこう、なんかな、おのおのがこう今何してるのかってなんとなくこう伝わりやすい間取りっていうかですね、うん、いや家族が離れないで住む家だなって思う。やっぱね、ちょうどこのリビングって本当真ん中になってて、うん、必ずここ集まるっていうね、空間になってますよね。パパ、家族が仲良くなれる家かなって思う、うん、パパ結婚して2ヶ月目に被災したんですよね、私たち。でちょうど家を考えてた時だったんでね、リフォームしようかって最初ね言ってたのね、うん、古民家を。そうね、古民家で野田さんにお願いしてた時に地震で被災して、家ももうその家ももう真っ二つになったんですよね。真っ二つって言うとちょっと大げさ。いやもう、まあでも大げさに言ったらもう大規模破壊だよね、あれね。もう大規模反対したし、結婚式もダメになって、でもういろいろあってのこの家、しかも地震のね関係で1年遅れたよね、出来上がるまでにね、いろいろ、ほんといろいろあってのこの家だけど、あの、基本的に新築の使用打ち合わせとかいろいろ決め事もあやさんなかなかね参加ができないので、実はもう引き渡しの後になんかこう完成した小箱は見ていただいた記憶があって、ちょうど娘を妊娠してたんですよね、ここの建設中に。で里帰りだったんで、もう私完成知らないんですよ、その経過もほとんど知らないし、だからもうその新築で生まれたての第一子を子育てできるっていう嬉しさはやっぱかなりあって、でね、妊娠中にね、デッキの、あの玄関横の木部も主人と一緒に塗ったんで、いろいろね、思い入れはあるよね、うんうん、いいとこしかない、うん、悪いとこあんまりない。悪いとこないよね、うん、ほんと友人にもう建てないよって言いたいぐらいいい家なんで、ほんとだからほんとね、あのその広々とした家に住みたいっていう人には不向きかもしれない、不向きかもしれない、うん、もうなんかね、うん、ものすごい広々としたリビング廊下みたいな、うん、こういうのが好きな方には本当に、うん、やっぱその小箱の考え方と本当ジャストはグッドって、うん、ちょうどいいっていう、自分たちちょうどいい身分相応みたいな、うん、なんかそのどれが正しいとかはないと思うんですけど、うん、まあ小箱のコンセプトってやっぱちょうどいい家なんで、やっぱりね15年、20年、30年で家をメンテナンスしていくときに、やっぱ大きい家ほどね、もちろんメンテナンスのね、うん、費用だったりとか、まあね、作業も大変だと思うんですけど、うん、まあ、そういったのとかね、家族がなんか、まあ、独立していったりとか、うん、新しく増えたりとか、いろんな形になると思うんですけど、うんうんうん、なんかね、最初からすごい大きく作りすぎると、うん、後でひょっとしたら使わない空間がすごい出てきたりとかするかもしれない。うち実家がそれです。うん、てか自分がその塗装業じゃないですか。うん、で要は家を建てて2、30年経ったお家の塗り替えとか行くんですけど、うん、もうほぼほぼのそのお客さんが言うのは、もう要はあの2階はもういらない。物置になってるよね。うんうん、2階いらないし、うん、平屋が良かった。うん、そう。で要はあの。そういうところですよね。要はその家を建てて2、30年経ったお客さんたちの意見を取り入れてるんで、うん、でそういうのも取り入れて考えた結果、平屋のこの小箱、これが一番、うん、今のベスト、本当にベスト、今の時点でベスト、うんうん、この作り、うん、悪いところ、いやもう、いやこれ面白いよ、ね、悪いところ。まず屋外に関して悪いところっていうのは、今のところないですね。で、奥ないですよね、うん、あの内装に関して悪いところって言えば、こういう節が結構、うん、黄
木の節がいっぱいあるんですけど、まあ、家の中当然その蚊だったりハエだったりいろいろ入ってくるじゃないですか。やっぱりこういう田舎なんで全く見えないっていう。そう、節で見えない。そう、節で見えない。こうだからそこだけ、そこだけ殺しづらいっていうか、そう、大事できない。どこにいるかわからない。そう、で要は節が虫に見えたりするから、そうそうそう、もう蚊をこう探すんですけど全然見えないんですよ。一体化してるんですよ、蚊が。そこだけ節があるから、節もいい味出してるよね。まあ、そこはね、もう悪いところって言えばそういう、それぐらいですか。節ぐらい。そう、あとはない、全然ないよね。うちの場合はないっすよね。見当たらない。見当たらない。俺はウッドデッキですか。ね、タバコ吸うんですけど、あの本当タバコ大好きなんですよ。うん、今の時代っていうのもあれなんですけど、まあ、雨がしのげて、そんなに日も別にガンガン当たるわけでもないし、ほんとちょうどいい場所でゆっくり、まあ、仕事終わりだとか夜寝る前とかに一人でこうゆっくり吸えるっていうのは贅沢な感じ。そう、もうものすごいあの贅沢だなって思う。デッキは本当贅沢だよね。デッキは本当本当に贅沢だなと思いますもん。本当いいですよね。しかも屋根がね、うん、この小箱の場合は屋根がこう出てるので、うん、ウッドデッキもそんなに傷まないし、うん、景色もいいしね。だから主人がねタバコ吸う場所でもあるし、うん、私たちがお茶する場所でもある、うんうん、だからまあ一番好きなところはやっぱウッドデッキ。マイさんの一番なんだろう好きな空間で落ち着く空間でどこですか。娘の部屋、うん、手をかけたんで娘の部屋で、で主人が施工してくれた玄関も好きですし、うん、仕事してる事務所も好きかな、うん、全部好きですね。うん、でこれからねまたさらに、ね、カスタマイズして、ね、そうしていこうかなって思ってるんで、うん、もうなんか一番好きなところが、ね、見当たらないぐらいに全部好きにしてしまおうかっていう、うん、これから、うんうん、楽しみが、うん、楽しめる家ですよ ね、 ね、なんか成長していきますよね。成長っていうか何かな。いや成長っていうか変化がある家かなって思いますよね、うん、こういうのにしたってね、照明とかも全部変えたよね。そうそうそう、うん、だけど昔はその今の古民家、100年とか200年、うん、それもだけ中に住んでた人のそのいろりだったりとか、うん、だからあの煙で要は黒くなったりとか、うん、要はメンテナンスしていくとね、いろいろ要はその人と一緒にこう成長していく家じゃないですか、うん、古民家って、ね、今現代のまあ古民家じゃないけど一緒に成長していける家がこのコロッコ。こだわりが強いのは悪いことじゃないけど、やっぱりアドバイスとしては最初からこだわりすぎない方がいいかな、うん、だってね、家のデザインとかも年齢とともに好みが変わるじゃないですか。20年後30年後こういうのが好きかって言ったらわからないし、そういうのを変えていけるのが小箱かなって思いますけどね、うんうん、今 SNS とかでも子供部屋インテリアっていうタグがあるぐらい結構熱いんですよね、うん、私それを見て今娘の部屋のカラーとか決めてるんで、うん、やっぱ小箱立てられる方でこうちょっとお子さんいらっしゃったりとか、こう今後お子さんねご予定がある方とかは多分好きじゃないかなって思うんです、うん、もう見てほしい。いやもうすごいですよ、うん、ストーリーハウスの良さイコール野田さんの良さや、うん、人柄の良さ、うん、もうこれに尽きるんじゃないかな。ものすごい楽しまれてますよねなんか、うん、なんか SNS とかも見てたりして野田さんの
記事とか見るとものすごいなんかイベントもされてたりとか、ものすごいなんか楽しまれてる感じがして、楽しんでる会社に要はお願いして立てていただけるっていうのは本当にありがたいというか、まあとにかくその野田さんの人柄の良さ、うん、結構それあれですよ、こう小箱を決めた理由の一つなんですよね。これでもしいくらこの小箱がいいって言ったとしても、もしですよ、野田さんの対応がものすごくまあ言葉悪いですけどムカついた感じだったら、生意気な感じだったりとか、こっちが嫌な気分になったりとかしたら絶対決めてなかったと思うんですよね、うん、やっぱ違う工務店に、まあ、注文住宅でもいいから平屋にしてくれっていう頼みだったかもしれないし、うん、だから商品云々はまあ別として、やっぱ野田さんの人が、いやありがとうございます本当に、うん、野田さんと奥さん、奥さん、うん、ものすごくなんか本当いい奥さんというか支え、うん、やっぱああいう奥さんがいるね、野田さんやっぱいいですよね。まあね、まあ自分がちょっとしっかりしてないところすごい多いので、逆にねそういうしっかりしてる、いやそこもなんかいいところですよ、うん、逆になんかしっかりしすぎてても、うん、結構こっち側が萎縮したりとかするし、あえてそのねあんまりしっかりしてないっていうところがね、なんか親近感だったりとかね、いろいろこう話も聞いてくれたり、聞き上手なんですよ。いや、お上手。いやいや、いやいや、本当そう、うん。それはもう前から思ってましたよ。その営業マンだから、結構営業マンの人って話上手じゃないですか。じゃなくて、野田さん聞き上手なんで、そこが全く違う。ストーリーハウスのいいところって、本当聞き上手の野田さんがいるっていう。だけど今、検討されてる人たち、クバコだったり、スキップ。まずはその工務店で働いてる人たちのその人柄、うん、で、まあ、金額も大事だけど、そういった面でも全然本当おすすめですよね。営業だけど職人さんも良かったよね。そう、要は職人さんも野田さんがこういう人柄じゃないですか。だから似た人が来る。野田さん。まあ、だらしない人たちがいっぱいいるじゃなくて、本当にみんな良かった。親近感っていうか、なんかそう、みんなやっぱ似た人が寄ってくるって言うじゃないですか。そうそうそう、だから、いかつい人にはいかつい人が寄ってくるし、汚い人には汚い人が寄ってくるんで。だから、野良さんみたいな人柄だと、みんなこうね、集まってきやすいっていうか、本当にいい人だった。職人さんたちも本当良くて。うん、ね、いろいろこっちもね、言いやすいし、そう、同じ建設業だからやっぱ見ちゃうんですよね。どうしてもどういう人が作ってるのか、もうほんとみんないい人だった。ほんとに検討してるのか、絶対選んだ方がいい。いや、ほんとに選んだ方がいい。ね、ほんとに選んだ方がいいと思います。野田さんを。ちょっとあんまり言われると調子に乗ってくるかもしれない。いや、調子に乗るべきです、うん、今でこそ調子に乗らないと。 100% 寄り添うことはできなくても、なんだろう、こう少しでもこう寄り添ってしてくれるところがやっぱ本当野田さんの魅力っていうか、やっぱ、ね、気使わんすよね。そう、気使わない、いい意味で気は使わない。すいません、騒がしくて。これ、ニシャラビレッジと、ニシャラビレッジ、ニシャラ村をよろしくって。あと、大気リフォームさんもぜひ宣伝してもらいたいので。あら、いいんですか。うちで例えば今後小箱建てるオーナーさんとか、あ、これしたい、採用したいってなった時はもう大気リフォームさんにしてもらえるんです。いや、本当にもうお引き渡して、うん、もう少しで4年かな、来年、年明けて、4年、でもなんかこう
家族ぐるみでね、今お付き合いさせてもらってるのも本当ありがたいし、もうこれからもね、本当末永くずっとお付き合いできたらなと思ってるので、ね、ちょっとね、改めて、ちょっと今日はかしこまった感じだけど、まあね、もう末永く、お付き合いよろしくお願いします。もちろん、今日本当ありがとうございました。ありがとうございました。